機11、中島案 -1 期11は、第二次世界大戦前の日本陸軍のために、試作された、単発、単用、単座の戦闘機である。設計、製造は、中島飛行機、川崎飛行機の機銃と、共作となったが、審査に敗れ不採用となった。1934年に、陸軍は91式戦闘機、92式戦闘機の後継機となる。 新型戦闘機の試作を川崎と中島に指示した。川崎では前作である季語の失敗からオーソドックスな副容器を開発したのに対して中島では低翼式炭容器を開発し1935年4月から12月にかけて4機の試作機を製作した。試作機は胴体は全金属製、モノコック構造、翼は基金混合骨組みに、 ジュラルミン板張りで、チンガシラ病の採用や、滑らかに成形された主翼の付け根部分など、全体的に空気抵抗を軽減するように留意されていた。また、固定式の主脚は、スパッツ付けで、両側を、鋼鉄製の調整を貼って補強していた。外観は当時アメリカ陸軍の主力戦闘機だった、P-26 と似ていたが、t 1 1の方が後発だっただけに、 細部の構造等は大幅に近代化されていた。昭和10年9月から川崎の機銃との比較審査が陸軍において行われた。その結果、速度性能は機銃1が優れていたものの、運動性や上昇力は機銃の方が優れており、格闘戦を重視する陸軍の方針から機銃が次期戦闘機として採用され、構造的にはより進歩的だった機銃1は失格となった。 その後、試作1、2号機は研究機材になり、3、4号機は民間に払い下げられ高速通信機となった。1934年に海軍から三菱重工業と中島に競争施策が命じられた旧シタンザ戦闘機に対し、中島は機11のエンジンを海軍指定の15型に変更し、操縦席を海軍仕様のものにした機体を提出。機11と 並行して1935年に一機を試作した。しかし、三菱機の方が高性能だったために不採用となった。次期戦闘機としては失格したものの当時としては、高性能の機体だったため、本機を輸出用戦闘機として生産する計画があった。英文のパンフレットが作られ実際に、いくつか商談も行ったが、アメリカ製のカーチス75ホークなどに遅れを取り一機の、 注文もないまま終わった。不採用決定後、試作機の一部が通信機として民間に払い下げられることになり、中島ンマイナス1通信機の名が与えられた。試作3号機は大阪毎日、東京日日新聞社に払い下げられ、試作4号機は朝日新聞社に払い下げられた。民間に払い下げられるにあたって、主客のスパッツがより細身のものに変更され、風貌は、 密閉式に、プロペラも3枚から2枚に交換された。アンマイナス1は、三菱岩型通信機が登場するまでは、日本最速の民間機で、後に、神風号による、飽飛行で有名になる、飯沼正明飛行士は、本機で、大阪東京間で1時間30分の、速度記録を1936年3月に、達成した。朝日新聞社においては、 神風号の鳳凰飛行の訓練に本気を用いている。ありがとうございます。